YouTube をご覧の皆さん、どうも、つばさです。皆さんのお家に、プリンターって持ってますか？僕もね、昔持ってたんですけど、壊れちゃって、それからずっと、持ってなかったんですよ。で、まあ、最近コンビニでも印刷できますし、そんな大量にね、何十枚もこう印刷することってあんまなくなったんで、学生の頃と比べてね、持ってなかったんですよ。ただある時実家に帰った時にこう妹がプリンターを使ってたんですね。で、私新しいの買ったらいないからどうする、お兄ちゃんいるって言われて、まあじゃあ使わないだったらもらおうか、家にもちょうどないしと思ってね。で、それをもらってすっかり忘れてたんですよ。で、それでまあちょっとね、ある動画を撮ろうとして、ちょっとプリンターで印刷をちょっと大量にしようと思ってたら、あ、そういえばうちにあるじゃんと思って、で、いちいちコンビニ行くのもね、コンビニでほらいっぱい大量に印刷するのも、なんですか、プリンターの前で待ってるの嫌じゃないですか。だから、あ、そういえばプリンターあったなと思って、あ、あれ使ってみようと思って、プリンターをいざ出してみたら、ちょっとインクがですね、切れておりまして、あ、で、そのプリンターというのはですね、ダーンってこちらですね。HP の、まあちょっと型は古いんですけど、普通に使う分には全然使えるんで、もらってきたんですけど、ワイヤレスでね、今、パソコンはこっちにあるんですけど、ワイヤレスでつなげられるやつなんで便利かなと思いましてもらったんですけど、で、試しに印刷してみたら、まあ、こんなになっちゃったんですよ。でも全然足りてないわけですよ、色がね。まあ、インクを交換しようと思った時に、あ、そういえば替えのインクもらってたなと思って、で、インクを交換しようと思ってね、で、いざ黒い方は普通にこうカートリッジがあったんですけど、このね、3色、まあ、赤、青、黄っていうのかな、で、この3色じゃあ交換しようと思った時に、あれなんか随分パッケージ違うなと思って、それが何かと言いますと、じゃん、はい、これがですね HP 用の、詰め替えインクと。で、なんか詰め替えインクと思って、で、僕今まで使ってたプリンターとかも全部カートリッジをもう一回一回交換するタイプ、なくなったら新しいの新しいのっていうのしか知らなくて、こういう風にその継ぎ足しでやるタイプっていうのを使ったことがなかったんですよ。どうやってやるんだろう。まあ確かに経済的っちゃ経済的ですよね。3回分できるわけですから。どんななんだろうと思って、で、今回ちょっとこれを、やってみようと。これ参考になるかわかりませんけど、やっていきたいと思います。はい、それで、中に入ってるのはですね、もう本当に至ってシンプル。黄色、赤、青の3種類の、インクのボトルですね。だからこれを注入していくタイプなんですけど、どうやってやるんだろう。分解しなきゃいけないのかな。ドリルみたいなのついてるんですよ。ピンバイス、なんていうの、ミニ四駆のピンバイスみたいなのついてて、ああそういうこと、え、はい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 、あらかじめもうなんていうの、それ詰め替え用を入れるための穴があって、それを開ける用のドリルみたいですね。あ、そうなんだ、わかりました。じゃあちょっとね、早速ちょっと説明書に従ってやっていきたいと思います。はい、でね、ちょっといろいろ調べてみましたら、こちらインクのカートリッジですね、マゼンタ、シアン、イエローってあるんですけど、そのうちのこのマゼンタ、赤のやつだけ XL って言って増量タイプだったみたいで、これと通常のものはインクの注入方法が違うみたいで、これマゼンタの方はこのドリルで穴を開けて、インクを注入するタイプでした。で、なんでそんなことをしなきゃいけないかっていうと、このカートリッジの中身の構造が違うみたいで、これじゃないとダメだそうです。このシリコンの蓋みたいなやつをここにつけて、で、これでまず漏れを防止するんだよね。くっつかないんだけど、全然くっつかない。こうやってグリグリやれって書いてある、グリグリ、あ、ついたついた。で、この状態でシールの上からここでですね、こうドリルの穴開けちゃう。あ、ミニ四駆思い出すなピンバイスだな、開けるとか。で、穴開きました。で、この状態 でゴムキャップ外す。これ細、インクノズルを水平より上に持って、こうだ、こう入れて 10ml? わかんねえだろそんなの。ああ、こうメモリがある、横にメモリがついてるんで、それで10とかってのわかるみたいですね。ああ入ってる入ってる。うわ、これ気をつけないと怖いね。注入口からインクがこぼれ、あふれ出そうになったら終わりですみたいな、なんていうか、その目安がそこなんだみたいな。
いやこれ、あ、でも見えてきたな。あー、触れた。危な。これは危ないですよ。で、したらこう押さえて、で、ここに、蓋があるんで、このゴムの蓋をグッと入れると。はい、これで、まずこっちですね、マゼンタの詰め替えは終わりですね。あ、すげえ、漏れてきてるけど、あ、でもちゃんと入ってる入ってる、いいね。はい、じゃあね、残りの2本もやっちゃいましょう。こっちの通常版の方のこいつらはですね、こっちのインクが出る方から直接このインクを流し込むと。これで、あ、すげえすげえ、吸ってく吸ってく、あ、ぐんぐん吸ってくね、やっぱり。はあ、はい、じゃあこれで黄色は終わりですね。イエローか。じゃあシアンの方やって終わりにしましょう。カットします。はい、それじゃあ、こちらですね、新しくセットした補充したですね、インクを入れていきたいと思います。もうね、これ入れるの本当に、よいしょ、で、OK。 はい、じゃあね、カートリッジはセット終わったんで、これで印刷できるかっていうのを試してみたいと思います。はい、今ですね、向こうの部屋のパソコンからちょっと印刷の指令を出したので、うまくね、これで印刷できてはいいんですけどね。最新式じゃないかとちょっと気持ち遅いですね。あと音もうるさいかな。まあ数年前のですから。何も印刷されてないんだけど。なぜじゃ。なんかインクカートリッジに問題がありますって出ちゃった。カラーがうまくいかないのかな。白黒で印刷してみようかな、ちょっと。おお、やっぱ白黒は早いね。真っ白なんだけど。またなんかすげえ枚数。あれ、白黒でも印刷されないな。なんでじゃあ、インクがうまくセットされてないのかな。でもね、カートリッジのそのなんていうの、残量的なものはさ、マックスってなってるんだよ。はい、あの後もですね、いろいろちょっとやってみたんですけど、インクとしてはね、カートリッジとしてはそのプリンターにね、認識されてるんですけど、なんかね、こんな感じになっちゃったりするんですよ。よくわかんないんですけど、ちょっとね、うまくいきませんでしたね。いやどうしよう、ほんとプリンター使ってちょっと新しい動画とかやりたかったんだけどなというのがね、ちょっとあるんですけど、まあ、しょうがないですね。もしね、何かその原因というか、解決方法を知ってる方がいましたら、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。